はい、ウォーターワールドトーク特別編、今回は軽石について喋りたいと思います。軽石のこれ全然後じゃない、一番最初から言ってくださいよ。間違え、途中まで、はい、一番最初から行きますけど、今回は恩納村の海ん中、ずっとうちのダイビングをやっていってくれたヒロニーと、今新しいポイント、恩納から、南恩納の前を開発している、森吉くんと、そして、我らがアイドルスイカ、スイカです。はい、じゃあ今軽石やってますけど、これどうですかね。これは北部です。北部、これ辺戸岬のすぐそばですね。これやばかったですね、なかなか。はい、これがね、あの普段あるあの石なんだけど、すぐでもう軽石が、で川が軽石、奥のとこですね、ここ。そう、どうですか。これはもうはっきり言って恩納村の川もこんなみたいな感じになってるんですけども、これはひどいな。やっぱりちょっとずつでも海ん中、うん、なりみんながちょっと手作業でもいいんで、うん、取っていこうって今頑張ってやってるんですけど、これはやばいぞ。ただもう人手が、なんせ人手が足りないんですよ。だからある漁協ってみんなやっていくと、うん、もうみんながバラバラでやるとやっぱ人が足りないんで、うん、もう一箇所にまとまってこっちから終わらしていこうみたいな。これはさ、ボランティア、今ボランティアでやってんでしょ。ボランティアでやってます。ボランティアでできるもの、それはできないな。だよね、あのね、自分なんかも漁業に対してやっぱり漁業なので、この軽石を撤去しないと海に出れないと、うん、船が出せない、やっぱ、うん、そうなんですよ。で、今また恩納村ってもずくの時期なので、うん、もずくの時期なのに海に出れない、この軽石のせいで。ということはどうすればいいかという、その問題がまずは軽石を撤去しないと、もう、うん、まずは船、もずく漁の船を出せないということなので、うん、まずこれを撤去するためにどういうのが必要か。こういうふうにやって、今スイカちゃんが顔を出しているところなんだけど、うん、こんなになってるんですよ、うん。これもでも恩納村でもやっぱ起きてることですもんね。これスイカちゃんが言ってるのどこですか。これはアダでしたっけ。アダですね。アダですね。沖縄県の、結構北部ですね、アダは、うん、東側でしたっけ。そう、北部のすごいヤンバルっていう言ってるあのエリアのすごい一番北の方のちょっと東のところですね、うん。でも本当に、うん、こうやばい、こういう風になってる漁港っていうのはもう今結構あって、あと砂浜、うん、そう、砂浜も全部こういう風になってて、うん、そう、これ重機言ってる、それを白い砂浜をまず守ろうではないんですけど、まあそれもありの、うん、あとモズクに影響が絶対にあると、うん、もうこれが沈んでいったら絶対にもずくに影響があると思って、今ちょっとひろみさんが言ったステルス軽石、そう、このステルス軽石がね、これはもう絶対し後々沈んでいくっていうのを想定っていうか、もうそんな感じで考えてやらないと、もうもずくにも絶対に影響していくんで。これ運転口のとこなんだけど、これ全部出たり出なかったりして、この海峡のとこにすごいんですね、うん、だもう本当に軽石ってなくなって、あれなくなったと思ったらまたわーって集まってきて、なんで集まった時にみんなでどうにか取れるだけでもどうにかやっていかないとダメだと思うんで。
これ世良垣のアウトですね。うん、でこれがステルス、ね、ステルス。え、ステルス、なんでステルスって呼んでるんですか。浮いてるんじゃなくて中間にいるんですよ。中間にいるっていうことは船がやるときに取水するのね、エンジンを。でそこを吸っちゃうんだよね。あ、じゃあ漁港にすごい溜まってるから出られないだけじゃなくて、外に出ても水中にある軽石があるからそれを吸っちゃって、結局出せても奥でダメになっちゃうってこと。これスイカちゃんが今説明してる。そうなんですよ。でこれね、ココハレっていうダイビングショップが、うん、そうずーっとやって、こいつらね意外と真面目なんですごくやってくれたのね、全部撮って。本当にこういうダイビングショップ手作業なんですよ。本当に手作業なんですけど、重機入れてやって、本当にそれは効率がいいって思うんだけども、みんな本当に海んちゅが海に行った時に浮いている時から撮ってしまった方がいいんじゃないかなと自分は思う。そうなんですよこれ。まあね、でも女の今女村っていうか沖縄本島って意外とでかいのね。うんうん、歴史上では大琉球と小琉球って言われてて、大琉球が沖縄なんですよ。で小琉球が台湾だったんですね。うん、でやっぱり幅が広いから、もしかしたらムー大陸って言われてたのは沖縄本島だって言われてる説もあるんですよ。うんうん、そのくらいでっかいので、で東風が吹いてくるじゃないですか。そうすると今東風と北風で黒潮の流れだけど、あの軽石が北風が吹いてるからずっと沖縄本島の西海岸にとどまってるんですよ。うんうんうん、それが厄介なんですよ。厄介なんです。今年はちょっと北風多いかなとか、だそれもね、北のこの風の方が多いかなって思う。だからこの時期に沖縄っていうのはもずく時期なので、うん、このもずく時期の時にこの軽石が来た時に、もずくが できた時に、うん、このもずく今は上の業者で、ひろばさんがさっき言った通りにステルス軽石、うん、それがもずくに絡まってしまうと、うん、もう厄介なことなんですよ。それまた鮭も増えるし、うん、もういろんなことでもいろん今までないことを作業しないといけないと、うん、それがいつも懸念で、はい、スイカ社的にはどうすればいいと思ってますか。なんかそのどうすればいいかっていうアイデアをまず持ってる、その東京都内とか関東とかの企業にまず知ってもらって、うん、そうこうしたらいいんじゃないっていうアイデアが欲しい。みんなでなんかアイデア募ってやりたいっていうと、あとやっぱお金が必要だから、その国から予算をもらったりとか、なんかそのお金を集めるっていうことが必要かなって思ってます。そうですよね、うん、ぶっちゃけ今ボランティアで重機を使ってるんですけど、そうそう、重機の人も普通だったらお金もらえるんですよ。うんうんうん、それで海のところで重機やるって言ったら塩水だから重機傷んじゃうんですよ。そうなんですよ。それでちょっとここでは海で使うならっていうところも結構あってですね、でもそれ以外で使うならいいですよっていうことなんですけど、もうみんなこう考えながら、もう本当にこう自分のだからいいよみたいな、うん、いう人たちのものでやってるの、ね、うん、全員で本当にもう今、うん、どうしようって。だから皆さん善意で今してもういろんな漁港も大変ですけど、もう那須で言うと世良垣、恩納、前金子、塩屋ってあるんですけど、もう全部ボランティアで、海中はもうそれを仕事としてやってるんで、それをどかさないと仕事ができない。
で、それをどかすために何が必要かって、もうどかす作業が必要、そのために何が必要かっていうことはもういろんなことして、もう雲、この雲お金出してるけど、もうお金足りないんだよね。そうなんですよ。だからやっぱり国から出してもらわないとダメです。そう、2世3世の政治家さん、それから官僚から出た政治家さん、本当にみんな苦しんでんです。下々のものなんて言わないで、もうここは天災なんですね、災害なんです。だから同じように、予算を組んでやってもらうのが、もう本当にこれは今でも供給されてるので、個人レベルではもう絶対無理なので、それをちゃんと分かって、もう政治家の皆さん、ちゃんと予算を作ってやってもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、なんかまだまだ全然東京行ったりとかしても意外とやっぱ知らないとか伝わってないなってすごい思ったんですよ。軽石って聞くけど本当にそんなやばいのみたいなことを言われたりとか、そう伝わってない全然、うん、でも本当にすごいやばいし、その現場の人がすごい頑張ってて、もう普通に住んでる住民の人とか村民の人がボランティアでもう休みの日に拾って土のう袋に詰めて、めちゃめちゃ重い土のう袋持って、私もやりましたけど超大変だったんですけど、大変だよすごい、もうビーチであれやるの超大変だったんですけど雨の中とかやったんですけど、あれがもう本当全然伝わってないし、現場ですごいなんかそうやってやってるっていうのをまずなんか知ってほしいし、なんかそれをどうしたらいいかっていうアイデアも欲しいし、そうですね、とりあえず国会議員さん来てやってみてください大変ですよ大変だよね。で、大変だったと思ったらそこにお金が必要なんです。お金をもらった人がちゃんと報酬としてやるのが普通なんです。だからそうしたら国は予算を出して、そして、例えば漁業をやってる人が漁業できないんだったら、漁業の人にその報酬を払ってそのことをやってもらう。被害を受けてる人で仕事がなかったら、その仕事がなくなっちゃった人にその予算で仕事を与えて、軽石を、撤去するっていう仕事を与えてあげてほしいと思いますね。はい、じゃあ今回はちょっと意外と4人でお酒を飲んでたんですけど真面目な話になって、でもこれはやっぱり真面目な話になるとみんなイコールの話なんで、ぜひこれは上の方の人たちがやってもらいたい話だと思いますね。どうですか、スイカさん。はい、ね、今すごい現場の人たちも頑張ってるし、やっぱ沖縄海がすごい綺麗で、そこにみんな、ね、集まってくるし、それをこの軽石があることでやっぱ来なくなっちゃったりとか、漁業も大変だったりとか、サンゴもなくなっちゃったりっていうのが将来的にもとっても影響が出てきちゃうと思うので、ぜひ今一緒にこれに対して問題解決をしていけたらなって思う人は一緒に頑張ってください。お願いします。よろしくお願いします。富山さんどう思いますか？で、そうですね、今軽石問題でこの漁業の人たちのこのこう頑張ってると、でそれでまた大事でまたそういうふうにしてこの頑張ってるのを見せるんでではないんですけども、みんながそういうふうに彼氏に対してもそういうふうに、そしてひるぶさんがこの言う上げてくれるということで、それでまたみんなに理解してもらえればいいかなと、うん、でそれを起点にしてね、みんながどういうふうに思ってくれるかっていうのもありますけども、もう大きくなってるのも大変なことになってるの でそれもぜひ理解していただいて、そのこのチャンネルを見ていただければいいかなと思います。ありがとうございます。はい、伊波さんどう思いますか？
ですね、みんな大変ってやってるんですけど、本当に自分たちは海を使って海で儲けて頑張って、あの本当に海がもう本当に自分たちのあれなんで、生活とかね、生活と一緒なんで、でもこうコロナ禍でみんな手伝いに来てくれる人たちが本当にありがたいです。ありがとうございます。一言いいですか。はい、どうぞ。あのすみません、あの海の海んちゅっていうこと、ここを見ながらやるとみんなに伝わると思います。あの海んちゅっていう、海んちゅって海の仕事してることで一言言いたいんですけど、自分なんか海んちゅでやってるんですけど、でこのひろみさんがそういうね、あの軽石のことで、あの女村の海のことで、あの軽石でどういうことっていうことをあのこう伝えてくれたっていうことがあるので、ぜひ皆さん、あのそういうことを、まあ俺は関係ないけど、もうちょっと言ってもらって、いやそれはもうヒロミさんがいることによって、いやそういうのは関係ないから、はい、自分の言葉で言ってください。そういうことをちゃんとやってくれてるっていうことがあるので、すいません電話で、はい、でそういうことを感謝したい、感謝するだけど、あのそういうのでいいかな、あのちゃんとオナソンのことを思ってくれてるということで、こういう発信してくれてるっていうことがあるので、それがありがとうということ。緊張か、緊張か、緊張か、ありがとうございます。はい、じゃあまあこういうことで、沖縄はまだですね、これから関東とかに、すごい軽石とか来ると思います。ただ、でニュースとかは関東のところがすごく重要視されてると思いますが、沖縄ってまだまだずっと被害に遭ってるんですね。それを分かって、いただけたらなと思います。特に政治家の方々に、はい。でも今回はその軽石問題で4人でちょっとあの話してみたいって見たかったので、急遽この4人で話して、あのその前にお酒を飲んでね、はい、あのやってたんですけど、やっぱりね、みんなこうすごい酔っ払ってたんだけど、あの話す言葉っていうのはこういう話をずっと話してたんで、それだったらじゃあこれ動画撮ろうよっていうことになったので、ぜひこれは本音ということで皆さん、受け止めていただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。